カルーセルセンターは、アメリカ合衆国ニューヨーク州シラキュース市、オノンダがこの湖畔にある、14万平方メートルの広さを持つ7階建てのショッピングモールである。ベストバイ、フォーエバー21、ボントン、H&M、J、C、ペニー、メイシーズ、ロードテイラー、スポーツオーソリティの8つの大型テナントのほか、ボーダーズ、DSW シューズウェアハウス、オールドネイビー、 アゲンストオールオッズなど有名ブランド店が入っている。さらに17つのスクリーンを持つシネマコンプレックス、リーガルエンターテイメントやフィットネスクラブ、バリー、トータルフィットネス、150もの店舗が入居している。1990年10月15日開業。このショッピングセンターの名前は1909年に作られたメリーゴーラウンドが現役でセンター内で動いていることに由来する。 42の木場がセンター2階に設置されており、音楽と共に上下運動しながら回転する典型的なメリーゴーラウンドである。センターで北側に面しており、その外側が全面ガラスのため、木場に乗っている人は外の風景を堪能できる。100年近く経っているメリーゴーラウンドだが、部品の交換、色の塗り替えが適宜施され、大人子供を問わず人気を博している。 もともとフィラデルフィアトボガンカンパニー社製造でカルーセルナンバーワン8という名であったがこのアトラクションがショッピングセンターの目玉となり2001年には1700万人もの来場客を呼ぶこととなった地上6階地下1階の計7階で構成されており上2つの木座橋はイベント用に使用されるスカイデッキと呼ばれる 最上階は何年もの間数々のイベントが開催され、今ではデスティニー USA 社員によって使用されている。4階のほとんどのスペースは3階から入場する映画館で占められているが、主にモールの事務局が入っている。1階と2階はモールの中心で、数々のショップ、レストラン、フードコート、メリーゴーラウンドなどがある。地下は6つのチェーンストアが入っており、 地下駐車場に連結している。このモールは、モールの外側に広い野外駐車場を保有しており、地下駐車場と2階建て駐車場も完備している。また、地元の電車、オントラックの駅もあり、バス、チェントロもシラキュース市のダウンタウンとの間を結んでいる。カルーセルセンターは、デスティニー・ USA プロジェクトの一部として計画されている。完成すれば、 全米一大きいエンターテインメントコンプレックスとなる予定。カルーセルセンターオープンズツーレーブス。ザ・ポスト。 スタンダードアーティクル ID=88 イコール88億1011万 383http コロンスラッシュスラッシュ www.newslibrary.com スラッシュ sites スラッシュサイスラッシュ2011年11月20日閲覧ありがとうございます。